あの人に学びたい明日ノート。学びの場は学校だけじゃない。子供を育てる、人を育てる、地域を育てる、それぞれの現場に先生はいます。あの人の一言、あの人の行いに込められたとても大切なヒントやアイデアを学びます。今日のあの人は一体どんなお話を聞かせてくれるのでしょうか。皆様こんばんは、鷲田美香です。明日の後の今夜のご出演は、国際空手道連盟極真会館茨城支部埼玉北支部支部長の鴨志田雄二さんにご出演をいただきます。鴨志田さんこんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。今日初にお目にかかりました、つくば市春日にある筑波道場にお伺いしたんですが、なんかこうグレーのスーツに身をまとってなんてダンディーないでたちと思って驚いてしまいました。勝手にね、ちょっと体育会系な、はい、オウみたいなイメージでいたもんですから、うん、はい、はい、すごくダンディーの第一印象。そしてユージさんというお名前が初めてお聞きしたんですけども、はい、衣編の谷に、はい、ことぶきと書いてユージさん、ね、そうですね。これはどなたが付けられたお名前なんですか。これはうちの、まあ、亡くなられたおじいさんが、はい、命名してくれたらしいんですが、まあ、父親が年男といって寿の男、うん、で、まあ、有事の有というのは、当時の、ね、天皇陛下の、はい、裕仁天皇でしたかね、うん、の、衣編の谷という、これをいただいて、名前をこう命名してくれたというふうに聞いてます。なんてこう縁起の良いというか、もう芸名のようなお名前ですよね。本当素敵に、そういう思いが込められているお名前なんですね。そして極真会館ということですけれども、はい、改めて鴨志田さんご自身から自己紹介をお願いできますか。はい、国際空手道連盟極真会館茨城支部埼玉北支部支部長を務めております鴨志田雄二と申します。茨城県全体に約今20カ所の道場と、それから埼玉県の加須市と久喜市、茨城県隣接した地域なんですが、そこに2カ所、道場を、管轄してやっております。はい、ありがとうございます、はい、ということは当然鴨志田さんご自身も空手をされるそうですねいや、私元バックパッカーでね、世界中を貧乏旅行してたんですが、はい、もう各国でジャパニーズだというと、うん、必ず空手って言われて、うん、はい、もう世界中から空手、日本の空手ってすごい憧れの的なんですよね、はい、そのようなことをされているのですね。そうですね、すごい、はい、で、鴨志田さんは空手歴はどのくらいになるんですか。うん、ですね、空手歴はもう正式には16歳の高校生から始めたもんですから、もう今60なんですよ。なのでもうかれこれ今年で本当45年ぐらいになりますね。すごいです、はい、空手一筋、まあまあ、そうですね、まあ、そこから夢中になってね取り組んできましたね。はい、もともとはご出身はどちらなんですか。出身はですね、茨城県の中市、現在の中市ですかね、はい、そちらの出身、そこの出身です、はい、いいところですね、すごく。あ、そうですか、ありがとうございます。今教育も力を入れられて環境もいいですしね。そうですか、そのお子さん時代は、はい、空手はまだやってらっしゃるんですか。そうですね、子どもの時代っていうのは、うん、特に空手はやってなかったですね。どんなお子さんだったんですか。本当にもう田舎ですから、うん、まあ
今記憶にあるのは本当にね、鬼ごっこしたりね、あとまあ小学校高学年ではこうソフトボール野球をやってましたね、うん、基礎体力は野球で、ああいやでもそれほどではないですよ、体はねそんな大きくなかったですから、ただまあ野球とかね、当時やっぱりなんかスポーツっていうとね野球かなって感じでね、はい、みんなでやってました。そうですよね、プロ野球選手に、うん、ですから全然空手とか、うん、まあ、プロ野球選手になるっていう意味あれもなかったんですが、まあ野球を楽しんでやってたという記憶がありますね、はい、当時は将来何になろうかなみたいなのなかったですか、うん、そうですね、当時はね、あのまだそこまであれはないですね、うん、そういう思いは特に何になりたいというのもなく、うん、ただなんかやはりこう男の子だったから、うん、なんか強いものに憧れるようなはだんだん中学生ぐらいから芽生えてきたような感じはしますね、はいはい、空手との出会いは、空手との出会いはですね、本当にこれはもう本当始まったのは高校生になってからなんですけども、うん、まあ、実際にその当時極真空手というのがこのいろいろ劇画とか、うん、あのそういったものでこう紹介され始まって、それで中学3年生の時ですかね、通信教育、田舎なもんですから道場が当時はなかったんですよね、東京とか限られた地域にしかなくて、で茨城県私の住んでる地域にもちょっとまあ通えるところにはなかったっていうのが現実で、ですから通信教育というのをやりまして、なんかテキスト送られてくんですよ、極真空手の通信教育そういうのがあったんですよ、そういうのがあったんです、でそれでテキストをこうちょっと見ながらね、動作を真似したり、うん、そんなことをねちょっとそれがきっかけってはきっかけですか、あとは当時はねあのやっぱりブルース・リーの映画がちょうどこう公開されて、なんかブルース・リーの人気とそれから合わせてこの空手、特に極真空手が劇画でね、空手バカ一代という少年マガジンでね連載されたんですよね、で記憶あんまり自分もですね、あの中学生の時にたまたまなんかこうテレビで実際にアニメもやってたもんですからそれは見た記憶はあるんですが、その頃やっぱりアニメの中に実写が出てくるんですよ、実際のその空手を道着でね瓦割ったり組手をしたりとか、それ見てうわすごいっていうところがあった、その辺がきっかけですかね、ちょっと男子として血がたぎったみたいな、あそうですね、そうですね、ですから中学校では最初剣道部に入ったんですけど、当時俺は男だ、森田健作さんに憧れたりしてね、しないよね、うん、言ってらっしゃいました、でもやっぱり剣道はやっぱりこうしない持つのはちょっとなんか自分にはこう合わないのかな、なんか一対一でこう組んでね、でその後ちょっとこう1年ぐらいやって柔道部に転部しましてですね、だんだん空手に近づいてます、なんかだんだんですねそう、はい、俺の方が強いだろうみたいなね、うん、そういう気持ちがこう芽生えてきて、でから剣道から柔道、でその時にあれですね、空手に出会ったという感じですか、はい、そうすると高校の時に空手を始め、そうですね、はいはい、はい、部活動という形ではなくて、と違います、町道場です、当時のやっぱりあの茨城県に日立の方にできたんですよね、道場がね、それでもう私の同級生と一緒にじゃあできたみたいだから行こうかということで、ただまあ実際日立だと高校生だと遠いもんですから、ね、水郡線っていう電車乗り継いで水戸駅まで出て、そこから常磐線で日立まで通ってという、まあ通えて週に2回ぐらいでしたかね、で最後まで言うと最終の時間間に合わないんで、すごい早めに帰ってくるみたいな、まあちょっと本当に高校生の頃はかじってたっていう感じですね、そうなんですか、はい、それがさらにその後、うん、本腰を入れていくようになるんですか、そうですね、うん、そうですね、で実際にあのやっぱりこういろいろ情報を見てるうちにですね、これ東京に出ないと強くならないなっていうのがあったもんですから、まずじゃあ東京を目指そうということで
ですね、うん、でまあ大学進学をきっかけに東京の道場に入ったという、そこからがまあ結構本格的に、活動したというところですかね。空手道、はい、空手の中にも様々な種類があるのですか？はい、そうですね、はい、まあ、大きく分けると、うちの空手というのは、直接打撃性フルコンタクト空手という、まあ、直接相手とコンタクトする、当てる、ついたり蹴ったりねする空手が極真空手、それと、まあ、オリンピックに採用された、空手、当てない空手ですかね、まあ、ノンコンタクトで、まあ、寸止めということもよく言われますけども、まあ、そういう2つに分かれます。うん、オリンピック種目に採用されているのは、あのそちらのね、全空連さんの、寸止め形式の空手になりますけども、まあ、極真会館も提携して協力団体でね、オリンピックを目指してね、一緒に盛り上げていきましょうという形で活動しています。そうなんですね、はい、開催されるといいですね。そうですね、はい、皆さん思ってらっしゃると思うし、うん、そうですよね、苦手ますけども、そうするとフルコンタクト、はい、すごい痛そうな響きですね。どうなんですか、現場は。あ、そうですね、やっぱり、まあ、痛いですね、実際に、うん、当時やっぱりその強さに憧れて、うん、また映画なんかでですね、こうやりましたもんですから、多分と、まあ、で私なんかも道場に東京通った時なんかはですね、たくさんのやっぱりね、大学生、ほとんど高校生、大学生、こういった世代がたくさん入門してきましてね、その中でやっぱりこう揉まれたというかですね、うん、まあ確かに当てると痛いんですけど、まあそれに対するブロック受け方とかですね、まあそういうのをきちっと学ぶことでね、はい、体も最小限のねダメージを負わない。また私が所属した道場のシステムというか先生がですね、まあ本当に上手な先生なもんですから、そこでいろいろと、まあ、今もこうやってね、続けられる一つ影響を受けた道場先生だったかなというところですね、はい、その先生は鴨下さんにとってご師匠さんみたいな、うん、そうですね、もう実質私の師匠ですね、はい、そうなんですね、うん、ありがとうございます。さてここで曲を挟んでまたお話伺いたいと思うんですが、今日は鴨下さんの大切な曲をぜひご紹介いただけませんか？はい、私の世代は多分かなり影響されたんじゃないかと思いますけどね、劇画、またアニメでもやってました、空手バカ一代という曲です。